その白鵬の講演会の人って、例えば言えるもんなんですか、例えばその白鵬が講演会の人。いやだからそれが、だからそういうふうに問題になってても、今俺が話したようにやっぱ教育、相撲協会の教育もそうだし、だから自分が言うのは、だからそれが言えるような力士になれるような教育ということは、それだけお金は余裕がないとダメですよってこと。だからその人がだからやっぱ谷町として、じゃあ5000万円じゃあ白鵬に出してくれたりとかしたら、白鵬何も言えることはある、言えないんだよね。だスポーツ選手っていうのはそこが多々あるって、ここみんなに分かってほしいし、だそういうふうな年寄り株を買うのに何億円もするっていうことを平気でやってる相撲協会が良くない、良くないってことはだからダメだって、ダメなんだよ。それをもうしょうがないと思って、しょうがないと思ってやらしてるのは今の政治家だから、それが社会の仕組みなんだよと、何々が良くない、何々が良くないじゃなくて、ちゃんとやっぱ相撲協会っていう仕組みを作って、ちゃんとそこにしっかり利益を上げて、でちゃんとそこから力士はちゃんとそこでちゃんと生活ができるような状況にしないと、こういうことが多々あるよと、はっきり物を言えなくなるよ、人に物をお願いしてたら。親方になるのに何億円がいるっていう事態、本当に間違ってる。そう、それをみんなに頭下げてもらう、後援者からね、ある一定のお金持ちからお金をいただくということ自体が良くないと。本当はだからそういうことを言うべきなんだよ。白鵬が、社長もそんなこと言ったらダメだよとか言って、ちゃんといい加減にそんな人をバカにするのことやめなよって言えればかっこいいけどね。でもそこに対してだってね、さっき言ったように、だからお車代とかさ、そういうのもらってたら何も言えないじゃん、何も言えないし。だからやっぱりそこにはやっぱり人間のこう教育とかそういうのがやっぱりあるわけよ。いくらやっぱり昔からずっと永遠にお金持ってる人なんかは、まああえて質素にしたりする、自分のお金を減らさない。急にやっぱお金持ってたら、やっぱ貧乏してるから、やっぱ金持ったらなんかもう好き勝手なことできるんだと思って勘違いするところある。力士も同じことがあるから、そこをちゃんと教育できるようにしていかないといけないし、ちゃんとやっぱりそういうことを言われないようにするためには、そういうことをならないためにしっかり相撲協会で稼がない。稼いだら稼いだでね、やっぱ心もとない人はね、相撲協会ばっかり稼いでみたいなところがあるけれども、それはだって関係ないと思う。俺は金を稼がないと、だってそういう人から金もらったら、だってどうなる？自分で稼いだことはいいと思わない？だからそういうことをしないようにするためには、やっぱそういう講演会とか谷町とか、そういうふうな言葉は俺はなくすべきだと思う。応援してくれる人はありがたいよ、ありがたいけど、それはそれで応援イコール金じゃないってことですよね。そうそう、応援イコール金じゃないと思う、心だと思う。心で応援してくれる人の方が大事なんだけど、実際は金で応援してくれる人の方が大事にするじゃん、ね、熱狂的なファンがいてさ、それに支えられてるのが相撲協会なんだけど、まあ上層部は熱狂的に支えられてるのが相撲協会だと思ってない。ある一定のだからこうね、もう金持ってる人に支えられてると思ってるから。自分らだってやっぱりね、現役の時もそうだし、力士の時も、じゃあやっぱりさ、焼肉屋でさ、いっぱい金使ってくれる人はありがたいじゃない、ありがたいけど、まあそれでこうね、こう外で焼肉屋の中でうわーとか言っててほんでやっぱり嫌がる人間だっているわけじゃない。じゃあ麻雀組合なんかでみんなで食べたりして、あんだらやっぱ若い女性の女流の麻雀の人なんかいたりして、ほんでね、ケツ触ったりとかさ、とか言っても、所詮はお前らこんなんだろうみたいなところで、所詮、でもそういうことを言われること自体が、やっぱりみんな嫌なわけ。だからこの人といると行かないみたいなところもあるし、ね、ほんで結局、自分はもう嫌だなと思っても、もうちょっとやめてくれるかって言ったら、店使ってくれなくなると思うと、意外と言えなかったりとか。今考えたら、今はもうそういうことをしないように決めて、もうそういうことになったらもう帰ってくれっていうようになるけど、お金のない時って、人間弱い時って、それはどうしても我慢してしまう、自分の生活があるから。
でそういういろんな人を連れてきたりしてくれる有利な点はあるよね。いろんな社長連れてきたりとか、いろんな有名人連れてきたりしてくれたりするけれども、ちょっと違うよなと。お金も持ってる、その地元帰ったら殿様みたいな振る舞いをしてくれる人がいっぱいいるんだろう。でもここは天下の同郷だよと、みんなに感謝の気持ちを持ってやらないとっていうようなことを言えなかった俺が悪いわけだしさ。いやそんなこと言ったらお前普通東京だったらお前そんなこと言うなとか言って、そこで喧嘩してもいいわけじゃない。まあまあまあそういうこと言わずにぐらいにしか言えない。だから俺の気持ちの弱さ、1回にだから1ヶ月に何十万も使ってくれる客だ、それいなくなったらやっぱりなんぼか店の売り上げが減るわけだから、俺がだからいろんなことを言うことを、なんでこれを言うのかって言ったら、やっぱ相撲力士はね、いっぱい稼がないとダメだ。いっぱい稼ぐためにはもう何でもいいじゃない。だから相撲くじだってやったらいいじゃない、収益上げていけばいいじゃない。それダメだっていうやつもいるけど、それは何のために俺が言ってるかっていうことは、こういうことを力士がやっぱちゃんとしたね、ちゃんとしただからそういう谷町にお金をもらうようなそういう状況を作った方がいいって言ったら、俺もそんな相撲くじなんかする必要ないと思うよ。思うけど、やっぱ相撲協会がしっかり稼いでしっかり税金を納めてやっていくためには、これがやっぱ一番手っ取り早いのよ。俺は実際にそれでハマってるから。